顎の先端の硬い肉が気になっていたら、この動画を参考にしてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。リクエストにお答えしています。ご質問リクエストありがとうございました。顎の先の筋肉が硬くて、顎先が目立ってしまう場合は、筋肉をほぐしていきます。凝り固まった筋肉がマッサージで凝りがほぐれて、ボリュームが少なくなった分、顎先が目立ちにくくなります。緩め方ですが、顎に親指を当てて、指の柔らかいところを顎先の筋肉の少し上、硬い筋肉の上に引っ掛けます。このまま肌をこすらずに、肌に密着させたまま、下にゆっくり指を、人差し指を下ろすようにしてください。指の使い方は、指で下げるのではなく、顎に当てた指を支点にして、このように手首ごと動かしてください。硬い筋肉の上に指を当てたことで、筋肉の塊をスライドさせて、ボリュームを少なくさせていくマッサージになります。ほとんど動かないと思いますが、このマッサージをしながら、もう片方の指で押さえて動いているかチェックしても構いません。チェックし終わったら、両方の指でマッサージします。肌を引っ張りすぎると唇がめくれ上がるので、あまり強く引っ張らないようにしてください。筋肉に引っ掛けて下にスライドさせていく。緩んできたら少し場所を変えて下の方にスライドさせてください。筋肉のつき方によっては、斜めから顎先に向けてマッサージをしても構いません。状態に応じて使い分けてください。この時は片方の手でやった方が、より小さなしこりもマッサージをすることができるので、筋肉の塊全体を両方でほぐす時と、部分が目立った時には片方の手でピンポイントにマッサージを行うことで、筋肉のボリュームを効率よく少なくしてください。最後に顎の下のマッサージを行います。顎に当てていった指を顎と喉の境目、硬い骨と柔らかいところの境目、硬い骨を触ったままで横にスライドさせてください。この時に親指だけでマッサージすると、顎に力が入って痛みや違和感を出すことがあるので、今度は人差し指を添えて支点にします。手首ごと動かしますが、親指を骨に当てて横にスライドします。親指だけでマッサージしないでくださいね。手首ごと動かすようにしてください。交互に動かしても構いません。このように顎の上から下から両サイドからマッサージをします。最後に指先で顎の先だけを回転させながらマッサージをして仕上げをしてください。効果については個人差があるので、目立たなくなるまで、筋肉が緩むまで何日かけても続けてほしいと思います。顎がだるくなったり違和感が出るときは、強すぎるかうまくマッサージができていないので、違和感を感じない程度でうまく調節して理想の形に近づけてください。今日の動画の内容が役に立った、分かりやすかったと思ったら評価とコメントをお願いいたします。最新情報をいち早くあなたにお伝えしたいので、チャンネル登録がまだの方は写真をタップしてチャンネル登録を行ってください。あなたのエイジングケアと美容に役立ててください。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。